お久しぶりです。北野有奈です。1ヶ月ぶりぐらいですね。まあ、いろいろと考えることがあったのでしばらく更新はしていませんでした。今回の動画はタイトルにある通り、いつも見てくれている方々への動画ですね。現状とこのチャンネルの今後についてお話ししたくて動画を撮ってます。このチャンネルは2年ぐらいやっているのですが、ずっと応援してくれている方や温かいメッセージをくれる方がたくさんいるのですね。本当に感謝しています。いつも支えてくれている方には自分の正直な気持ちを伝えていく責任はあると考えていますし、まあ、それは皆さんへの礼儀だとも思っています。少し長くなりますがよろしくお願いします。まず現在の状況について話します。こと2ヶ月間ぐらいの間はですね、まあ、私の YouTube のチャンネルを使って何かできることはないか考えていました。前回出した動画では自治体が募集している、まあ、通訳ボランティアに、参加したことを動画にしました。内容は実際に募集している日本の自治体に行って、まあ、ボランティアの活動登録したんですね。その時話していたボランティアのその後に関してまずお話しします。自治体は7カ所に登録しているのですが、まあ、現在は多くはないのですが、まあ、実際に依頼がありできる範囲で活動しています。今のところ直接的な通訳ではなくて、まあ、生活で必要とされる書類などの翻訳や構成などですね。担当の方が言っていたのですが、今は依頼が少ないけど今後はまあ増える見込みだということです。今はオンラインが発達しているので、このようなボランティアはパソコンか、まあ、スマートフォンがあれば、まあ、自分の仕事をしながらでもできます。なので、これからも続けます。日本の社会生活で、まあ、私のような人でも役に立てることなので、まあ、これに関しては今後も自分のできる範囲で動いていきたいです。次は今後についてですね。今日はこれもお話ししたかったです。実はボランティア活動以外にも自分にできることは探していたんですね。1ヶ月前の動画で話していったのですが、まあ、企業さんに協力をお願いして一緒に何かできないかと考えていました。で、3月25日にアップした動画のこの部分ですね。私のチャンネルは、まあ、企業さんからの案件の依頼もちょこちょこ来ます。今までに何本かプロモーションが含む動画も作っています。そして今も何件か依頼が来ています。そのような企業に私のチャンネルで商品やサービスを PR する代わりに、保守ではなくて会社としてのウクライナ支援ができないかと相談しています。例えば商品のメーカーさんとかであれば、動画で PR する代わりに必要な場所に商品を寄付してもらうとか、これは正直あんまり期待できないのですが、まあ、提案してみてます。はい。で、この後何個かの会社に連絡を取ってお話をして、で、 PR 道具を作る提案をしました。 PR 道具っていうのは動画の初めにこの動画はプロモーションを含みますっていう表示が出る動画ですね。いわゆる商品の、まあ、紹介やサービスの紹介をする動画です。このチャンネルでも今まで何本か撮ったことがあります。 PR 動画を作ると企業さんから報酬として、まあ、商品やお金をいただくことができます。 PR 動画を作成してもらった報酬を日本の自治体などに寄付しようと考えて、まあ、話し合いを進めています。提案しても断られることも多いのですが、まあこれは仕方ないと思いますね。ただ協力してくれる企業さんも出てきました。
今はその動画の作成をしています。私のチャンネルはとっても大きなチャンネルというわけではないの で支援できる金額は多くはないですが、でもまずやってみようと考えて動いてます。もうすでに制作した動画もあるので、あとは企業さんのタイミングで公開していきます。今のところ5月中には多分何本か出る予定です。今後の状況によってはもしかしたらキャンセルになってアップロードされないかもしれないです。動画を作っていただいた報酬をどの団体に何円支援できたのか、まあというところまで具体的にこのチャンネルで伝える予定です。寄付先は日本の自治体や支援団体を考えています。これに関してはいろいろな意見があると思うのですが、まあ何度も考えた上なので、まあ、まずは行動してみようと思います。個人でできることはほとんどないかもですが、これは今、まあ、自分が YouTube を使ってできることの一つだと考えています。それでなぜ YouTube で発信するのかについてなんですが、まあ、それに関しても考えを少しお話ししますね。理由は YouTube でシェアすることによってつながる思いや行動もあると思っているからです。実際に YouTube で通訳ボランティアに参加する動画をアップした後、メッセージが来て、で自分も参加してみようと思うという言葉ももらいました。私自身 SNS を止めようとも思ったのですが、いろんな方々の動画を見て何か自分にもできることはないかと考えるきっかけにもなっていましたし、勇気ももらったんですね。気持ちをシェアすることで、まあ、少しでも何かいいきっかけになれればと思ってます。最後に、私のことをとっても心配してくれている方もたくさんいるのでお伝えしたいのですが、 YouTube は誰かのためではなく自分で判断して決めてますので、ご安心ください。無理をしてやってるわけではありません。本当にいつもありがとうございます。今回の動画は、まあ、動画にする必要はあるのかなとも考えたのですが、いつも見てくれる方々には、まあ、自分の考えや気持ちを伝えておきたくて撮影しました。これからもよろしくお願いします。それではまたね。パカパカ。